パーソナルトレーナーが肉脂肪をぶっ壊す。はい、ということでね、パクリから始まりましたけども、パーソナルトレーナーの峯岸です。今回からですね、こういった動画をちょっと撮ろうと思ってまして、私が普段ねダイエット指導で行っているような、内容のテーマをねちょっとお話ししていきたいと思っております。でまあ、もちろんね面白おかしく撮っていくつもりなので、難しいことはあんまり言わないようにしますので、何卒ご了承ください。まずはですね、簡単な話ですね。ダイエット一番最初で必ず行うこととはというテーマで基本お話をしていきたいと思います。で皆さんね、ダイエットをじゃあ取り組もうって時に一番最初何始めます？どんな始めます？例えばまあベタなところで言うと、ちょっとじゃあ食べ過ぎてるから我慢しようかなみたいな感じで、例えばご飯我慢しましょうとか、間食我慢しましょうとか、お酒控えましょうとかってことはまずパッと頭に浮かぶと思うんですね。でまあ、もちろんそれって大事なことっていうか、もちろんやってることなんですけども、一番最初にやることではないのですね、残念ながら。で、もちろんねそう考えてしまうのも分かるんですけども、それよりねもっと大事なことが今日ありまして、お伝えしていこうかなと思っております。でまあ僕も若干緊張してるんでカミカミですけどね、ご了承ください。はい、でねこの、ダイエットで一番最初に必ず行うこととはっていうので、キーワードは、スマートという頭文字ですね。スマート、体もスマートになりたいですよね。そんな願いも込めて考えてるんですけども、スマートっていうキーワードがあります。でこのスマートっていうのは、このダイエットで一番最初に必ず行うことの、頭文字を文字ってスマートとつけております。じゃあこのスマートって何やねんという話なんですね。僕も別にそんなスマートでも何でもないですけどね、ただのごっついおっちゃんなんですけどね。だからねちょっと、でもこんなやつが言うのも恥ずかしいんですけども、まずスマートの S ですね。はい、S に関しては、はい、ちょっとカンニングします。僕はアホなんでねカンニングしますけども、まず S に関しては、スペシフィックと言います。またこの辺に出しておきますね、テロップ出しておきますけども、スペシフィックですね。でスペシフィックって何かというと、まず明確な目標を立てましょうということになるわけですね。でやっぱねダイエットでじゃあでどんな目標がありますかってことが明確じゃない人ってほとんどうまくいかないんですよ。これね意外とか意外じゃないかもしれませんけども、結構ね皆さん目標って曖昧なんですよね。なんとなく痩せたいとか、なんか常にダイエットしたいわみたいな口癖で言ってるような感じの人で結構いらしたんですけども、それだったら絶対うまくいかないんですよね。で理由としては、例えば、マラソンね、マラソンも例えば 42.195 キロ走るんだっていうような明確な目標があるからこそマラソンの練習でするんですよね。フルマラソンで完走するんだと、 42.195 キロ走り切るっていう目標があるから走るんだよという話なんですよね。でやっぱ例えばあとね大阪マラソンとかね、ああいう大きなマラソンにもありますよね。であれに、無理やり抽選を申し込む人、多分あれはあれで正解なんですよね。でそれで抽選を通っちゃったわどうしようどうしようって言ったけども、通ったかには走りたいなとか走らなかなと思うから、目標設定完了したからじゃあ走ろうっていうふうにして動いていくという形になっていくと思います。これがない人で走ってる人ってよっぽども走りが好きなのかっていう話ですよね。もうよっぽどなんか快感なんか気持ちいいのかなとかって話になっていくんですけども、そういうねやっぱその明確な目標がないとやっぱなかなか人間って行動に移せないんですよね。でダイエットの場合もそれと同じで、まずは明確な目標ね、なんで痩せたいのかとね、いうことがとっても大事になってきますので、まずはここをしっかりと決めていくことが、大事なこのスマートネスですねになっていくというふうになっていきます。はい、でまたカンニングします。はい、で続きましてこの M ですね。はい、M に関してはこのメジャブルっていうですね、またここに出しておきますけども、メジャブル、メジャブルっていうのは測定可能な内容かということですよね。いわゆるちゃんと体重を測定してますかって話になってきますね。でこれもなんとなくね体重結構乗らない人って多いんですよね、意外とね。いや乗ったら怖いからって言ったら 何が怖いかよくわからないですけどね、そこはお化けでも出てくるのかなと思うんですけども、やっぱ体重をみんな怖いと、で頑張ってんのに減ってない数字見たら怖いっていう多分気持ちがあるから見ない方多いんですけども、このメジャブルってやっぱ測定可能な内容かどうかって話になってくるので、やっぱ数字をねちゃんと測定してて見ていかなくちゃいけないというのは非常に大事なんですよね。ですのでしっかりと、測定可能な
内容、まあ、ちゃんと毎回毎回体重を測れる環境下にありますかってことも準備しなくちゃいけないと。でだから体重計は絶対買わなくちゃいけないですよ、ね、あの体重を測る習慣をつけなくちゃいけないというところなんで、測定可能な内容かってことを確認していきましょうってことも、ダイエットで大事なことになってきます。で続きまして、はい、3つ目カンニングします。この A ですね、はい、A に関してはアティーナブル、アティーナブル、まあ、多分発音間違ってますけど、また人に言ってますけどね、またあのアティーナブルってこう、ここにスペルは出しておきますね。でアティーナブルっていうのはアティーナブルか、アティーナブルなんどんなことかというと、実現可能な目標ですかって話ですよね。まあ、例えば、まあ、ダイエットで言うと、1ヶ月じゃあ20キロとしたいですっていう目標を立てちゃったと、まあまあ無理ですよね、まあ、無理じゃないかもしれませんけども、まあ、やったらまあかなりきつくなってくるのはもう目に見えてますよね。で、あの今まで太ってた人がじゃあ急に20キロ落とせるかって絶対無理なんですよね。これね、よくね、人間のまあ悲しい話で、散々自分がね、あの太ってきた環境にいたので急に痩せる環境に行けるかって、そんな甘い話じゃないですよと、ね、いきなり金バンバン使っててね、急に金儲けできますねとかとも言うと話同じなんですよね。ですので、まずはその実現可能かどうかってことをチェックをしていきますね。ですから僕が指導している内容で言ったら、まず実現可能な数字を言っていきますので、例えば僕でしたら、まず1ヶ月間に関しては3キロまで、3キロでしたら、どんな初心者の方でも大体ちゃんときっちりやることをやっていけば正しく落ちますよって話はしてますし、現実的に僕もこう二十何年間指導してきた中で、1ヶ月3キロはもうほとんど達成して成功してます。もう90何パーセントの確率で達成しているというところなので、まずはね、そこからやっていきましょうという話をしていきますので、まあ、だから実現可能な目標であるかってことは、このアティーナブルの A ですねになってくるということですよね。で最後2番目ですね、最後が2番目、またカンニングしますけども、この R ですね、 R に関しては、レルベント、レルベント、まあ僕の発音めっちゃ悪いですけどね、まあ、という、まあ、またこれ出しておきます、レルベント、はい、でこれはレルベントで何かというと、自分の価値観に沿ってるか、価値観ね、ちょっと噛みましたけども、価値観に沿ってる内容かどうかとか大事になってますね。まあ、例えば本当にね、ダイエットってしたい中で自分のやりたいことに本当に合致してますかっていうところがとても大事なんですよね。まあ、例えばね、あの別に痩せなくてもいいやんって人も結構いらっしゃると思うんですよ、ね、それは他人から言われて、なんか他人がそう思ってるんちゃうかと自分で勝手に考えて痩せなあかんっていうパターンと、ほんまにいろんな方に言われてとか、本当に病気になりそうだから痩せるパターンで全然違うんですよね。本当に自分の価値観、痩せることが自分の価値観に合ってるのかどうかっていうのがすごく大事なところなんで、ここを明確にしましょうという話なんですよね。だからね、あのぶっちゃけ、まあ例えばまあ僕なんかね、あの女性の好みのタイプで言ったら、僕はぽっちゃり女性が好きなんですよね。まあ、これね、何で女性の好みの話してんねんって話ですけども、僕はぽっちゃり女性が好きなんで、別に女性痩せなくてもいいんですよ、別に。はっきり言って痩せる必要性全くないと思ってます。まあ、こんなトレーナーのように何言うとんねんって話だと思うんですけども、まあけどね、それは僕の価値観であって、その本人にとってはさ、ぽっちゃり体型が嫌だから痩せたいっていうのがあると。で自分の価値観に合う体型はこうってイメージをちゃんと持ってるから寄せに来るんですよ、まあ、こういうジムに来るんですよってことになってくると思いますので、やっぱね、その自分の中でこうね、価値観に合ってるかどうかをすごくね、大事にした方がうまくいきやすいというところなんですね。はい、最後ですね、スマートの T なんですけども、これはね、タイムバウンド、はい、また出しておきますね、タイムバウンドという内容なんですけども、これ時間軸がある内容かどうかって話ですね。もっと分かりやすく言うと、期間設定してますかって話ですね。これもね、まあ、例えば1年中ダイエットっていう話なんですけども、ずっと痩せたいって言ってる人っていません？もうなんか口癖に、私痩せたいわみたいなこと言ってる人っていません？まあまあ、それまあ会話の中では言うちゃうと思うんですけどね、まあ、そうやってもちろん絶対痩せないわけですよね。やっぱね、こういうタイムバウンドの場合は期間設定をしなくちゃいけないんですよ。いついつまでにこんだけ痩せるっていう目標を立てるってことですね。でそれに向かって取り組んでいかないと、やっぱり日々の生活の中になかなかこう変えられないんですよね。生活習慣であるとか、食生活とか、睡眠習慣、運動習慣で、いろんなもの変えなくちゃいけないんですよね。でそれを変えようと思った場合は、なかなかね、そう簡単にいかないんですよ。人間って習慣ってなかなか変わらないですからね。僕も今この動画撮ってるのね、やっとね、この昔からずっと考えてたんですけど、なかなか動画作るっていう習慣がなかったんで、
もううにゃうにゃうにゃみんないろんな言い訳してもうしんどいわと、もうガリガリ君食べて寝ようとか思って保ったりもしてたんですけども、やっとこうねいろんな思いがあってこう習慣化しようと思ってこうやって撮ってるんですけどね。まあそれぐらい大変なわけなんですけども、ですのでまず期間をしっかり設定して、ここまでいったらとりあえず終われるから頑張ろう、だから習慣を変えていこうっていうようなこうモチベーションをつなげていかなくちゃいけないということがありますので、タイムバウンドしっかりと時間軸、まあ期間セットしていくかっていうのが大事になっているというところですね。まあ、こんな感じでまずね、ダイエットで一番最初に必ず行うことっていうのは、まあ、このスマートですね。復習しますと、まず S は、スペシフィック、ね、明確な目標を立てましょう。で M は、メジャブル、測定可能な内容かどうかをチェックしましょう。で、A は、アティーナブル、これ実現可能な目標でありますかということを確認していきます。で R は、レルベント、自分の価値観に沿っている内容かということを確認していきます。で T はタイムバウンド、期間設定してますかというところをチェックしていきますという、まずねこのスマート項目をしっかりと明確にしていった上で、じゃあダイエットスタートしましょうかってことをしていくと、ね、だからよくねあのダイエットするのはいつですか、今でしょうじゃないんですよね。これやってからでしょうって話ですね。これ明確にしていった上でスタートしていかないとやはり難しいかなと。やっぱりついついやっぱりもうサボったっていうか、まあもうええか、面倒くさくなったりとか、あのタピオカ食べに行こうかなと思っちゃうんですけど、ついついもうええわと思っちゃうとかね、なってしまうんで、そうならないためにはこういうところをしっかり聞きましょうって決めようということはすごい大事になっていきますので、皆さんもそこをしっかり考えてほしいなということを思ってます。で、まあ、もちろんね私のジムサーティーボディーズではこの内容をしっかりと踏まえた上のカウンセリングをやっていきますので、こうやってこそっとねこう店の宣伝で差し込んでおきますけども、よかったらねうちのジムの方にもまたリンク貼っておきますので、概要欄で、僕のジムに興味あったら、大阪の西中島南方でやってますので、よかったらお越しください。はい、あと分かんなかったらまた、あとなんかいつも質問事項とかありましたら、またごしごしコメントとかいただければ嬉しいので、ぜひともよろしくお願いします。はい、あとねまたいろんな動画撮っていますので、よかったらチャンネル登録の方と、グッドボタンいただければ嬉しいので、何卒よろしくお願いいたします。では失礼します。さようなら。パーソナルトレーナーが体脂肪をぶっ壊す。